お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを乞うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。万兵がおるな。ご用心。流民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。花はどこにおる。マサコが来た。殺せ。切り捨てろ。殺してくれる。うわ。門を開けるぞ。急がねば新手が来ます。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。姉上、姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい臆病者。道場まで押し通る。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。まだ来るか。あっちを殺して終わらせるぞ。花は上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたす。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。すごい首を落とせ。
よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした？奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押し付け身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。